はい、始まりましたということで、今日は、東中山芸公園に来ております。イエーイ、お久しぶりでございます。今日はあの公園が目的ではなく、あの一つちょっと私が行きたいお店がここの公園の近くにあるので、そちらに行ってみたいと思います。天満屋の近くですけど、ロフトとかね。あのちなみにここおすすめの焼き鳥屋さん、カズキ。めっちゃ美味しいから、いつも5時からです。弾力が見て、結構もちもちなんだけど、うまい、うまっ、これなんかあれだよ、アルガンよくパン屋とかに卵ドーナツ、もう全然違う、見た目そうじゃん。豆腐ドーナツめっちゃうまい、やばいこれ。豆腐中国から来たのね。2000年前に中国で生まれたらしいよ。漢で日本には奈良時代からやってきた。日本の生活の中に溶け込んできました。豆腐のニックネームをご存知ですか？岡部。白いっていう字に壁って書いて岡部って言うから、ここ岡部っていう。そっからそういうことなのね。そういうことな。知らんかった。で、この一番有名なのがこの岡部定食。そうなの。うん。まあ今日はその私は岡部定食。いろいろ限定なんだ。そう今日これ生湯葉丼定食があるらしい。ああ、じゃあちょっとおすすめでございます。まあ、それでまして、はい、生湯葉丼が堪能しておりまして、はい、見ました。これは開店以来続く看板メニューだって。特製の出汁醤油で熱々の揚げ豆腐を食べる。あとご飯、冷ややっこ、味噌汁。またね、岡部定食でお願いします。どうしようかな。こちらはまだ揚げ出しは、じゃあ、揚げ出しにしとこうかな。はい、揚げ出しと岡部で。はい、
業してからずっと、定番の鉄板メニューになっているおかず定食でございます。ご飯のおかわり1杯目は無料となっております。じゃあ、これにつけて食べるって言いましたっけ。はい、そうです。それをそのままあのかけて、はい、かけると、どういうこと。ありがとうございます。かっこいい、かっこいい、これ。おいしい、おいしい。外がカリカリなんよ。カリカリっていうか、なんていうの、揚げでもカリカリ、中はめっちゃあったかい豆腐。はい、YouTube です。食レポみたいな。食レポいつもアップしてて、スピチューブっていう名前でやってます。スピチューブ。なんかね、豆腐を置かずにご飯を食べるっていうことないじゃないですか、あんまり。でもなんかいけるかなと思ってて、全然いける。マジ豆腐全然おかずになる。ほんまに合う。豆腐とご飯。ナイスマッチングでございます。いや、まあ出るとかも大事やなと思って。美味しかった。はい。美味しかったな。なんかもう一個いけるかなと思ったんよ、豆腐。全然いけるわ。もう一食食べようかなと思ったけど、結構豆腐って腹、お腹どんどん膨れていくんやろな。あれだけの量でもすごいお腹がいっぱい、豆腐だけでもお腹いっぱいになりました。結構ね、あの健康にもよく、そしてカロリーも低く、あの女性の方とか男性の方もヘルシーなね、ご飯食べたいなと思った時には、ぜひ岡部の豆腐専門店の定食を食べに来てください。はい、ではさよなら。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。